が怪我をしたということです。現場は雷門から石川市の大学で石川さんを自宅から連れ去りキャッシュカードを奪って暴行し殺害したとして強盗殺人などの罪に問われています。千葉地方裁判所と無罪を主張しました。一方検察は冒頭陳述で被告は被害者の自宅に土足で入り込み車に連れ込んだ被害者を窒息